はい、こんにちは、バックヤードです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は、はい、スピーカー買いました。先日ね、ノートパソコンを買ったんですけども、まあそれに合わせてちょっとね、音がちっちゃいかなっていう場面がね、ちょいちょいあったので、はい、 Bluetooth のスピーカー買いました。そう、個人的にはね、有線ありきだったんですけども、そう、マウスもね、 Bluetooth にしたらね、意外といいのね。てなわけでね、 Bluetooth の、はい、アンカーのスピーカー買いました。そう、まあモバイルバッテリーとか、あと充電器とかはね、結構アンカーっていうのを使ってるんですけど、意外となんかね、信頼あるメーカーっぽいですよね。今結構ね、コンビニとかでもね、これ扱ってるんで、意外といいメーカーなのかなと思います。そんなわけで、スピーカー、お、ケーブルですよね、 USB、 はい、で、以上。それと、トリセツで、本体を、意外とあれなのね。そう、あのね、Amazon でポチったんですけれども、そう、結構大きく見えたんだけど、大きさ的にはね、こんな感じ。まあ、カッターナイフとね、並べてみるとね、大きさはね、こういったイメージ、意外とちっちゃい。で、果たして実力はどうなのか、ちょっと開けてみます。はい、そう、個人的にね、青が大好きなので、青にしました。で、電源とマイナス、プラス、これ再生で、これ Bluetooth で、後ろがアンカー。全体的になんかあれ、ゴムで覆われてる、なんていうのかな、アクションカメラみたいな感じの外装。対衝撃とか入ってるのかな、わかんないですけどね。で、ここに外部入力と、あと電源と、あとマイク、あ、これ、あ、マイクとかもあるんだね。で、まあ、操作ボタンはね、この上にあるんですけど、この中にも LED があって、状態表示があるらしい。で、ここにはこれがね、バッテリーのランプらしいね。で、電源入ってるのかな、これ、電池。長押し。うお、すげえ、なんか今、重低音が響いたぞ。すごいな。新しいデバイスをペアリングする、デバイスの追加、これで今検索中ね。今出てきたね、アンカーを接続してますってなってる。おお、デバイスの準備が整いました。これで音が出るか。ちょっと曲流してみたいんですけども、著作権とかいろいろ引っかかっちゃうので、動画で使ってる BGM 流しましょう。いや、音いいなこれ。めっちゃ音がいいんだけど。あ、これがあれか、消音か。いや、音すげえいいんだけど。めっちゃこれ音いいんだけど、どういうことこれ。すごいな、すげえ響くもん、音。いや、なんだろう、これすごいんだけど。いや、感動だなこれ。すげえな。じゃあ、効果音とか、すごい。なんか意外となんかちっちゃいから、ちょっと音大きくなってくれたら嬉しいかなとか思ったんだけど、これはすごいね。ひえでもね、このね、再生ストップって、あ、おお、マジで。今ね、そう、このね、パソコンの方で効果音というか、はい、 SE 鳴らしてんだけど、これで再生になるんだ。おお、すげえな。
これで止まる。2023年の12月にこの PC 買って初めて、使った機能なんだけど、すごいね。こんなにもすごいんだ。んじゃあさ、カマンライパーとか行ったらどうなんの？すごいんだけど。YouTube でクラシック流してみると、すごいすごいしか言えない。これ本当になんかたまんないね。いや、いいな。これでちょっとね、映像とかいろいろ見たら楽しいんじゃないの？なんだろう、ノート PC 来てから結構これでね、TTFC 覗くことが増えたんで、結構これ活躍してくれそう。すげえ、今ね、YouTube で CM 流れてんだけど、これで何？再生停止できるんだね、動画自体。サービスといえば、ないない！すごいんだね、ほんと Bluetooth って。今まで本当に使わなくてごめんなさい。マジですごいわ。売るなら世代バリュー。いや、いいわ。今ちょうどね、このノート PC で YouTube 公式で仮面ライダービルド冒頭ちょっとね見てたんですけど、なんかほんと低音がすごい。この状態だとこれはできないっぽいね。なんかね、スキップっていうのがあるらしい。2回押すとなるって書いたんだけど、一応このサウンドファイルだとダメなのかな。停止はできる。ダメだね。まあ、いずれにせよこれはね、本当にすごいわなかなかいい買い物したと思う。で、ちなみにね、充電、ケーブルをここに挿して、ん？合ってるよな。はい、挿して、で USB、 はい、でこれが充電ランプ。いや、でもこれは面白いぞ、本当に、はい、ちょっとね、いろいろ活用したいと思います。そんなわけで以上、バックヤードでした。ご視聴ありがとうございました。